ウーシャーとは、インド神話に登場する女性の名である。以下の2名が知られている。左がアニルッタ、右がウーシャーダイティア族のウーシャーは千本の腕を持つ、アスラ親族バーナーアスラの娘で、夫は、ビシュヌの化身、クリシュナの孫アニルッタである。ある日ウーシャーは、バーナースラの大臣の娘チトラレーカーに、夢に出てきた、美青年に恋したと伝えた。 翌番チトラレーカーは呪文を用いてその青年をウージャーの部屋へ召喚したが、その青年こそアニルッタだった。敵の王子が自国の城に入ってきたと気づいた父、バーナースラは激怒し、アニルッタを監禁した。アニルッタの不在に気づいたクリシュナたちが彼を奪還すべくバーナースラの城を襲った。激しい戦闘の果てに、バーナースラは千本の腕を切り落とされたが、命は助けられた。 しかし、そんな事件があっても、ウーシャーとアニルッタは結ばれたという。アニルッタは王となり、ウーシャーは王妃となった。そして、最後の宿王朝の生き残りともなるバジュラを設ける。このバジュラが後取りになる。聖戦の娘ウーシャーは、シャーリア王がビダルバ王国をサティアを破ったため高級の女性たちが森の中に避難した際、 ちょうど妊娠していた女性が出産後に亡くなったため、その残された赤ん坊を引き取って育てた。ありがとうございます。